さて今回はガンビニ M プロです。なのだ。ダオカさんから借りてきました。メインキューブだそうです。なのですぐ返さないとまずいんです。急ぐのだ。このミニは最近発売されましたが、ガン12という名称ではありません。かといって11という数字もついてないんですよね。ガンミニ M プロなのだ。さて開けていきます。もう開いてるのだ。ミニは桃太郎です。ケースが両開きということね。やたらとキューブステーション推しです。初心者用のチュートリアルができるのだ。揃えられる人にとっては手順書と同じレベルで不要ですね。本体を見てみましょう。確かに小さく感じます。ミニだしね。小さいキューブがケース内で遊んでぶつからないようにスペーサーが入ってました。 2×2 とかもそうなってたっけね。桃太郎はそれなりに良かったんですけどね。表面はフロストです。サイズが小さいイレブン M プロといったところです。それはそうなのだ。握った感じでもう小さいって感じます。どうせだからイレブン M プロと比べます。プロ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 。ミニもプロなんですけどね。あ、そっか。遠近法によりミニの方が小さく見えます。本当に小さいのだ。ミニはなんと 53mm です。イレブン M プロは 56mm なので 3mm ダウン。一応測ってみましたが間違いありません。56mm の方は3等分なので全部が 26.6mm です。 18.666 じゃん。そうとも言います。そうとしか言わないのな。ちゃんと 18.666m で合ってることがわかります。 18m じゃでかすぎなのだ。ミリとも言います。ミニだけに。こっちはミニじゃなくてプロなのだ。ミニは中央だけが 18.666mm、 両端部分は 17.166mm、 足すと 53mm になります。合ってんのかよ。ちなみに WRM2021 は 55mm です。ガン三毛用 M は 54mm なのだ。重さは55g でした。 11M プロは 63g なので 8g 軽くなってますね。珍しく計算合ってるし。ミニを回してみます。普通に回せますね。アクセサリーボックス、マグネットセットとドライバーだけ出しました。このドライバーはガン12にはついてこないんですよね。ここのマグネットの調整用についてきてたんですが、こっちでやるように変更になってます。ここに爪があるので、これでマグネット調整しろとのこと。してくださいとのこと。こんな感じですね。ちょっと開けてみましょう。トラベルディスタンスのようなものの初期値は2でした。だあ、お母さんが変えてるかもね。ちなみに4段階しかありません。ガン12には6段階あるんですけどね。微妙に互換性がありません。大量生産に向かないのだ。トラベルディスタンスみたいな方はこっちで回します。弾力みたいな方はこっちで回します。どっちも弾力でトラベルディスタンスですね。こっちも4段階しかありません。4カチカチで落ちました。
もう4回回したら落ちました。ということで設定は4段階でダオカさんの設定は最弱でした。センターピースの段差と GPS の段差が4カチカチです。カチカチ山かよ。前もそれ言ってましたね。コーナーの対コアマグネットは短いです。ですので45度位置で浮力は発生しません。あ、そっか。軸に溝が切ってないので潤滑剤保持はしません。11M Pro と比較してみます。エッジの足が違いそう。明らかに幅が違います。コーナーは足に穴があったり、あとは溝の切り方がちょっと違います。 11M Pro は1、3が読めますがミニには書いてありません。プラスとマイナスが書いてあるようです。センターピースを比較してみます。ミニには4箇所穴が開いてます。お腹すいた。中央の穴の形も違います。というか GES Pro プラスなのに段差ないの。じゃあテンションコントロールってどうやってるの。回しても上がらないし、ここの段差でテンションコントロールしてますね。こっちがトラベルディスタンス。ということはどっちをきつくしても上から押さえつけるだけですね。頑丈にとは違って下から押し付けるのはないようです。どっちにしても独立調節できないんですけどね。話が難しいと眠くなるのだ。 11M Pro を見てみます。摩擦しているのは下面と GES の裏側ですね。ポーミニの摩擦面は水色部品と GS の上の間です。アシストの強さとか回転の軽さとかはほぼ 11M Pro と同じです。 11M Pro は2番目のテンションで、ミニは一番緩めの設定です。ぐる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 、ともほとんど同じですね。コーナーカットは眼中によりは広めで47度はあると思います。あると思います。リバースはオンザラインくらい。11M Pro からほとんど変わってませんね。あれ11月3日休みじゃん。文化の日ですね。休みって知らなかったので、なんか得した気分なのだ。ミニはサイズが小さいので片手向きにはいいかもしれません。私は片手で揃えられませんけどね。無責任なのだ。しばらくミニを回してからガン 11M Pro に変えると大きく感じます。基本的にサイズが違うだけなので、も 13mm が合う方にはミニはありだと思います。 GES 部分がちょっと違いますが、基本的にはサイズしか違いません。ガン12と比べるとコーナーの足のマグネットが短いですので、45度位置での反発はありません。浮き上がりませんね。前はそれが普通だったのだ。90度位置のスナップはします。今回ミニをレビューしてきましたが、気がかりなのはガン354シリーズは 54mm なのにミニは 53mm で、これをメインキューブにした場合にガンが 53mm の口径を出してくれるのかという点です。出してくれないと 54mm に移行しないといけませんしね。そのリスクを許容できれば買ってもいいと思います。ということで今回はガンミニ M プロでした。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。